が語る凄さ、深い会話でも大丈夫。パドレスの松井裕樹投手はメジャー1年目の今季3日、日時間4日時点で27試合に登板し、3勝1敗、防御率 3.91 をマークしている。スプリングトレーニングでは流暢な英語でスピーチを披露。堀井雄介通訳も、僕はもういらないですよと冗談を交えその成長に驚く。3日、同4日、敵地エンゼルス戦の試合前、松井はフォームを確かめながら、キャッチボールなどで調整した。前日2日、同3日の敵地ロイヤルズ戦では、メジャー初黒星を喫したが、リラックスした表情で練習に臨んでいた。松井は今年2月のスプリングトレーニングで日語含めて4カ国語でスピーチを行ったことが話題になった。カンニングペーパーや堀井通訳に頼らず2分間。パドレスの4どころ地サンディエゴはメキシコに面していることもあり、スペイン語も交えた。メディアには語で対応した。この日も通訳なしでチームメイトとコミュニケーションを取る場面も。楽天から共に移籍してきた堀井通訳も、彼はまさにすごいですよと感心する。簡単な会話だけではなくて深い会話でも大丈夫ですよと明かす。スプリングトレーニングでは英語の先生と共にスピーチを練習したと明かしていた。堀井通訳は才能と努力両方ですね。彼はすごいですよと繰り返し驚いていた。川村こと小田井川村